統一指数による能力偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。東京競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、4レースと10レースの 2つのレースとなります高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます東京競馬4レースの本命馬から解説していきます本命馬は5枠6番マウンテンエースですこの馬の偏差値ランクは A ランク勝利確率は37%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と 他馬との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは3層前の指数の67で連帯目安の黄色線を8上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の29で黄色線を31下回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の65で本命馬のピーク指数に対して2下回っています最低指数に対しては36上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の62で、本命馬のピーク指数に対して、5下回っています。最低指数に対しては、33上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 2100m となります。指数がピークとなっているところは、3走前は紫の丸が1800、過去1年、1800以上の出走履歴がありません。2100への距離延長適正は不明でリスクです。展展開開面を見ていきます。レース展開は、 スローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは3走前はオレンジの四角が8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は20で12位です上がり指数は47で5位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります 以上より本命馬の適正は距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は37%と申し上げましたが そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。京都競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、6レースと10レースと12レースの3つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。京都競馬、12レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、5枠8番、シェットランドです。この馬の偏差値ランクは、A ランク、勝利確率は、 43%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の79で連帯目安の黄色線を10上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の44で黄色線を 24下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の78で本命馬のピーク指数に対して1下回っています最低指数に対しては34上回っていますこの馬に好条件となれば 逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の74で本命馬のピーク指数に対して5下回っています最低指数に対しては30上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも 逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1900メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が18003層前は紫の丸が18001800が敵距離ですが、昨年の6月の紫の丸。 2100への距離延長で指数を下げています1900は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一走前はオレンジの四角が3番手から3走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 先行力分析シートへ切り替えます先行力は87でトップです上がり指数は43で12位です楽に好位につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは 他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は43%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです